牧野彩香です。イエイ、よろしくお願いします。店の明かりはごく控えめだ。黒い画用紙の上にスポイトで光の粒を落としたようなささやかさだ。だから多くの人々はその明かりに誘われ店を目に留めるのではない。その香りに思わず足を止めてしまうのだ。この甘い小麦と砂糖、そしてバターが焦げていく香ばしい香り。店の前には静かな夜とともにそれらがふんわりと佇んでいる。匂いにつられてドアをくぐれば眩しいようなパンの数々が目に飛び込んでくる。